ケケタリク自治体に所属する町、ディスコワン南端のアシアート群島に位置している。2010年現在の人口は3005人と、グリーンランドで5番目に大きな町となっている。グリーンランド語で、アシアートは、雲を意味する。これが、地名に結びついた理由については、歴史的事実が不足しているために、明確な決定はなされていない。最も一般的な説は、 アアシアートが開拓地として成立した際、この地に雲が多かったというものである。しかし、グリーンランドの他の町とも同様に、現代では滅多に雲を見ることはできない。また、アシアシートは、クジラの町と呼ばれることもある。クジラやアザラシなどの怪獣は、この地ではありふれた存在となっている。この地方を考古学的に調査した結果によると、アシアートを含む、 この地域には約5000年前から人類の居住が示唆されている。中世初期の移住者は1200年頃にまで遡ることができ、生活のために狩猟を行っていたものと推測されている。彼らは春季に縦ごとアザラシやカラフトシシャモを取り、夏季には場所を移して、トナカやおひょうを獲物とし、秋には再び戻りアザラシを探し、湾が凍ってしまう冬には、 一角や白イルカを捕まえていた。彼らは自分たちでカヤックや海役を設計し、組み立てていた。陶器には犬ぞりを使用していた。後にアシートとなる開拓地は1759年にニールス・エーゲデによって作られた。ニールスはグリーンランドの首相者と呼ばれたノルウェーの宣教師、ハンス・エーゲデの息子である。 イゲーズマインド植民地と名付けられた開拓地は現在の足跡から 125km 南下した場所にあった。イゲーズマインド植民地が現在の場所に移ったのは1763年である。住民の多くが捕鯨を行っていた。また、開拓住民によって天然痘ウイルスが持ち込まれ、先住民に被害を与えた。 特に1770年代に顕著であった。19世紀初めには人口も安定し緩やかに増加するようになり、1805年に390人だった。人口は1901年には1269人まで増えている。1940年5月3日、ブリテン諸島の向かうアメリカの救援機がグリーンランド、アイスランド、スコットランドの 各領区を通過することを認める条約がゴードハウンで締結された。第二次世界大戦がもたらした結果はナチスドイツの占領下に置かれてしまったデンマーク本国がグリーンランドに自由に物資を送ることができなかったという事実であった。この役目はアメリカとカナダが追うこととなった。物資はアシアート近郊に備蓄され、そこから ウマナックやシシミュートといった町に運ばれていった。第二次世界大戦以来、アシアートは大きな成長を遂げた。1942年にはアメリカ人によって気象台が設置された。1930年代以降に大衆魚として人気となったタラは新しく作られた工場に運ばれ、塩漬けにされた後に梱包されていった。他にも、 この地域の気候と資源に適合したビジネスが発展している。産業の発達は1950年代にピークを迎え、この頃には発電所や電気通信施設が設置されている。1998年、それまでヘリポートしかなかった航空設備に新しい滑走路が加わった。滑走路はエビの加工工場の近くに設けられている。現在では、 足跡アアと近隣を合わせて約4800人が生活している。2018年1月1日、行政区画の改変により、旧関数とスップ自治体からケケタリク自治体へ管轄外交。人口は2010年の時点で3005人とケケタリク自治体の町の中で2番目に多い。過去20年間を見ると、人口のグラフは上下に変動している。 現在の人口は、1990年に比べて8%、あまりの減少2000年に比べて、約7%の減少となっている。最近20年間の足ア,アートの人口推移、足ア,アートには4つの学校がある。通常の教育を行う学校の他に、職業専門学校、障害者のための学校、音楽回育成のための学校がある。 アシアートの主要な産業は、エビやカニといった、水産業、造船、観光となっている。カヤック、クロスカントリースキー、ホエールウォッチングなど、観光資源が豊富な地域である。アシアートは、グリーンランド西海岸を結ぶアークティック・アミヤック・ラインの気候地の一つとなっている。また、町には、アシアート空港があり、 イルリサットやディスコワン周辺の街との中継地として役割を果たしている。これはカンゲルルススワークにおけるエアグリーンランドと同様である。決票したディスコワン。ありがとうございます。